ホームランのバレンティンを迎えます。初球の入り方が難しいですね。甘くなったら長打があるという考えがありますから。変化球打った、高く上がった、初球打ち、谷見上げた、どこまで打った、2階のその上の看板に当たりました。なんという破壊力。これでバレンティンは交流戦の最終戦を経て3試合連続のホームラン、18号ツーラン。一気にヤクルト初回沢村を捉えています。3対0。いやー、一番投げてはいけないボールが行きましたね。まさにその入り方、変化球が完全に抜けて高めに入りましたから。そしてとてつもない飛距離です。今調子のいいバレンティンなら見逃さないでしょうね。